原爆症認定訴訟で最高裁が初めての判断です。広島や長崎で被爆した女性らが白内障などの病気になったとして、国に原爆症の認定を求めた3件の裁判について、最高裁判所は女性らの請求を退ける判決を言い渡しました。経過観察のための通院が認定要件の医療が必要な状態に当たるのかが争点でした。判決で最高裁は、 経過観察自体が治療に不可欠で積極的治療の一環と評価できる特別な事情が必要だとの統一的な判断を初めて示しました。